皆さん、こんにちは。ボイスボックスのもちこです。今回のテーマは空調服。去年も似た動画を投稿したんですけど、改めて空調服をひと夏、仕事にレジャーに、ツーリングに、使い倒した感想を述べたいと思います。熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能が働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指す。要因1、環境。気温が高い、湿度が高い、風がない。要因2、体。肌にまとわりついた汗がいつまでも乾かず、身体の放熱機能を阻害。要因3、行動。水分補給ができない状況に陥る。空調服で要因1と2は解消できます。空調服とは部屋に装着された小型ファンが外気を取り込み、上半身に風をまとい、肌に付着した汗を乾かす時の気化熱で冷却します。もともとは建設現場で評判となり、近年ではアウトドア向け製品も続々販売されて、市場規模は150億円とも言われる。使い方。缶にコードを差し込み、うまく配線を取り回してバッテリーに接続。分岐ケーブルの長さが微妙に違うので注意。色のついた端子がバッテリー側になります。バッテリーの持ち。こちらの製品では、14V を8時から17時まで回しっぱなしで、バッテリー残量に 10% ぐらい残ります。1日のツーリングでもギリギリ持ちそう。購入時の注意点。20V 以上の出力は欲しい。出力は落とすことはできても、能力以上を上げることはできません。出力による価格差は意外と小さいので、ハイパワーを選べば間違いなし。インナーシャツ。吸汗速乾性のあるインナーウェアがおすすめ。横を言うと、缶のあたりがメッシュ生地になっているものが、体感上、涼しく感じました。綿などの分厚い生地は涼しさを感じにくいので注意。ただ、速乾性インナーは、汗と同時に匂いも取り込むので、個人的にあんまり好きではないです。長袖とベスト。両方持ってますが、涼しさは断然ベストタイプ。単純に容積の違いというか、ベストは袖がない分、胴体に風を全力で送り込める。長袖が必須の仕事以外ではベストがベスト。あと、同じベストでも作りによって風のいなし方は結構違う。首に強い風量が当たるジャケットは特に涼しく感じます。フード付きは、首から抜けた風が頭のてっぺんまで届いて意外と涼しい。実際のところ涼しい。よく、空調服は涼しくないという意見を聞きます。シーンにおいて感じ方は様々。そもそも灼熱のアスファルトから発する50度 C 以上の熱風を体にまとっても涼しさは感じづらいです。例えるならば、窓を閉め切った部屋よりも換気が行き届いた部屋の方が幾分マシみたいな。空調服を着ていても暑いけど着ないよりは断然マシ。これが実際に空調服を使用している人の大半の意見ではないでしょうか。上半身の汗が乾いてお肌をサラサラドライな状態を保つので、不快度指数はだいぶ下がります。汗っかきなのでこれだけでも価値がある。バイクに空調服。走行中の爽快感はフルメッシュジャケットの勝ち。ただし、そもそも T-MAX は巨大なスクリーンがついてるので、ネイキッドみたいなバイクに比べるとだいぶ厚い。乗っているバイクによって印象は変わるかもしれない。走行中はファンを回していても風の循環はほぼ感じない。感じてないだけでしっかり機能してます。空調服で進化を発揮するシーンとして、信号待ち。真夏に走るライダーは市街地の信号待ちの地獄は経験済みですね。なるべく赤信号に引っかからないように速度を調整したり、
空調服のおかげで信号待ちはだいぶ楽に感じた。バイク整備、オイル交換できて作業しました。普段ならこの時期、滝のような汗をかきながら作業してたけど、空調服を着ると頭から落ちてくる汗の量が明らかに少ない。扇風機を引っ張り出してこなくていいので、面倒くさがりには助かります。空調の効いた部屋。道の駅の休憩室みたいな空調の効いた部屋で使うと天国です。皆さんが空調服に求めるエアコンの服が実現します。天国はひとときしか続きませんが、それでも休憩中、体を冷やせるので、体力の消耗は抑えられるはず。空調服のデメリット。プロテクターがない。ベッド、インナープロテクターを買うか、自己責任でノープロテクターで乗るかの2択。どうでもいいけど、胸部プロテクターは必須です。とかいう割に、ジャケットには胸部プロテクターの見ついてないのは何かの嫌がらせですか。ヘルメットの次に大事な装備なら、コストを上げてでも標準装備にすることで、安全性がさらに高まるのではないでしょうか。洗濯に一手間。缶、ケーブルを外すのがちょっと面倒。慣れたら1分でできますけどね。目が乾く。ドライアイの人は長時間の使用は控えた方が良いかも。ライバルの水冷服。持っていないので、寝流の感想を見た程度の意見ですが、やっぱりというか想像通り、装備が重い。凍ったペットボトルは、1、2時間しか保たない。2時間ごとに入れ替える手間。結露して服が濡れる。カビが増殖するのでメンテ必須。冷却部にぴったり当てないと冷たくない。結局、バッテリー必要。こういう使い勝手の悪い商品はすぐに使わなくなる。道具は性能も大事だけど、面倒で使わなくなるのは道具としては論外。空調服の感想は以上です。賛否あるかと思いますが、個人的には一度着ると、日本の夏には欠かせないアイテムになりました。皆さんの参考になれば幸いです。それでは、良きバイクライフをお過ごしください。今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。